彦十万景棟梁の若宮隆です。私が生まれ育ったのはこういう田舎町ですの で、まあ、農業とか林業とかを仕事にしていた、まあ、兼業農家で育ちましたから、どうしてもその遊び場というと自然の中でして、まあ、バッタ捕まえたりですね、川で魚を取ったり、そういったことをずっと子供のうちからやってきたもんですから、そういったものごとが未だにその忘れられないっていうところもありますし、まあ、田舎ですので、お祭りとかもいっぱいあったりして、そういうお祭りに対する疑問とかがいっぱいあったり、それを何か今は昔の思った疑問を今は作品にしようかというふうになっているのかなと思いますね。この木はそうやって殺し書きによって、その木の、まあ、20年なり、10年なりの命を終えるんです。あの10月する過ぎるとここから切るんですね。切ってしまうんですけれど、殺し書きですからこの木はもうそれで終わりっていうふうに思うんですけれど、実はですね、漆っていうのは根っこが横に伸びておりまして、ヒコバエっていうのを出します。でこの木を倒すことによって新たな命がですね、この木からですね、芽吹くわけです。ですから、とても残酷なように聞こえますけれど、本当はそのことによって、漆の木っていうのは再生を繰り返していて、今まで何千年の間、人間が漆を描いて倒すことによって、漆の木っていうのは新たな再生を繰り返して、生かされたとも考えられるわけです。どうしても、まあ、私たち生きていく上では、まあ、なんて言いますか、自然に逆らえない部分があるんですけれど、でもその自然を、受け入れることによってしか、自分たちはその幸せになれないっていうことを感じるわけですね。人間には喜怒哀楽がありますので、喜んでいる時はいいんですけれど、悲しい時や苦しい時にどういうふうに我々は自然やその環境と対峙して生きるべきかということを、まあ、ずっと考えながら生かされてきたわけですね。そういうことに対して先祖の考え方または知恵みたいのがあって、それが漆器の中に生かされているのではないかというふうに考えるわけです。
カブトムシという虫、ちっちゃな虫ですけど、その中にも魂があるんだ。で、その虫自体も我々と同じように種の保存の原理原則に従って生かされているんだというふうに、まあ、考えると、すごく愛おしく感じるわけですね。虫や植物が生きられないような環境であれば、絶対的に我々も生きることができないんじゃないかっていうふうに考えるんですね。で、そういうことをこの作品を見ることによって、まあ、考えたり感じたり、そのきっかけを作ってもらうっていうのは私の、まあ、狙いであるわけです。